フランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。第一次世界大戦勃発時に、参謀総長を務めていた。彼自身の個人名は、フランツで、名字は、父方の姓、コンラートとバイエルンに起源を持つ母方に由来する姓、フォン・ヘッツェンドルフからなる。地図を睨むコンラートと、参謀・オーストリア軍人の家系に、ウィーン郊外で生まれる。 曽祖,祖父は1815年に世襲貴族となった。1871年にテレジア士官学校を卒業して少位に任官し、第11不評大隊に配属。1877年に陸軍大学を卒業し、参謀本部に配属される。配属先の第4不評師団で1878年のボスニア・ヘルツェゴビナ占領や1882年の 南ダルマチア反乱鎮圧に従軍。1888年から1892年まで、少佐として陸軍大学で戦術教官を務める。1895年1899年、クラッカウの第一皇帝不評連隊長。1899年、少将に昇進しトリエステの第55不評旅団長。1903年、中将として、 インスブルックの第8不評師団長。軍部内では、作戦化かつ実践的、近代的教育法で知られ、後位継承者、フランツ・フェルディナント大公の推薦により1906年に参謀総長に任命された。軍人としては極めて政治的だった。彼は、後位継承者と同様に二重帝国内での、ハンガリーの立場を弱めたいと考えていたが、 他民族の帝国を安定させるには、アウスグライヒよりもむしろ、セルビアを自帝国に併合し、ミエ帝国として、ハンガリーの比重を下げるのが良いと考えていた。また、ダーウィン主義者でもあり、戦争とは国家生存のために行うものであり、国家とは戦争し拡張するために存在すると捉えていた。1910年、断尺に除される。しかし、 イタリアやセルビアに対する方針から外傷、アロイス・フォン・エーレンタール伯爵と対立し、1911年に参謀総長を更迭される。しかし1912年のバルカン戦争で緊迫する情勢を受け、後位継承者、フランツ・フェルディナント大公の推挙で復職した。1914年6月にサラエボ事件で、そのフランツ・フェルディナント大公が、 セルビア人青年に暗殺されたとき、コンラートは上に述べた信念から、セルビアに対する予防戦争の主張者となった。セルビアに対する戦線布告の後総攻撃を、帰とするが、ロシア帝国の介入で事態が第一次世界大戦に発展すると、バルカンでの攻勢を諦め、部隊の多くを、ロシアの攻撃に備えて、ガリツヤに配置せざるを得なくなった。開戦後、 ロシア軍の攻勢でガリツヤの疾患を招いたが、その責任を問われることはなかった。1914年冬から1915年春までガリツヤうちに包囲されたプシムイエシル要塞を救援するために、真冬にカルパツヤ山脈で攻勢作戦を命じたが、天候不良、装備不良、地形不良、色彩艇の損耗した軍隊は約80万人という大損害を出して、 全身は大してできず、要塞を救援することはできなかった。オーストリア・ハンガリー軍は、この損害から立ち直ることができず、ドイツ軍の支援に強く依存するようになったが、コンラートは、ドイツ軍参謀総長のファルケンハインとは、全く意見が合わなかった。ドイツ軍は、東部戦線に関しては統合司令部と司令官を、置くべきだという主張であったが、コンラートは、そうなると事実上、 ドイツ軍の指揮下に置かれることになるので、絶対反対であった。1915年には、ドイツ軍とブルガリア軍の助けを借りて、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアを攻略し、イタリア戦線も安定させることができた。しかし開戦前の景気の良さとは反対に、ロシアの実力を過小評価したことから、オーストリアはむしろ戦争から、早期離脱する恐れさえ出ていた。 彼のオーストリア中心主義は、軍にいる多民族からなる兵士や、15の国民には、まるで共感できるものではなかったためである。しかし、同盟国ドイツへの仁義から、初期目的であるセルビアを打倒した後も、オーストリアはずるずると戦争を継続していくことになる。戦前、コンラート自身が、我々は、軍縮中だと、冗談交じりに話していた。 オーストリア・ハンガリー軍の実力はあまりに低く、対ロシア戦ではドイツの支援なしには戦えなかったが、ドイツ軍は開戦以降敗北を続けるオーストリア軍の実力を公然と見下し、重要な作戦をオーストリア側に伝えなかった。コンダートも仕返しに作戦行動を直前までドイツ側にひ得した。形式上の総司令官フリードリヒ大公のもとで実質的に オーストリア全軍を指揮していたコンラートは、1917年3月に、進行低下ある一世により、アルトゥール・フォン・シュトラウ・センブルクに職を譲らされた。同年、元帥に昇進。その後は、チロル地方で、イタリア戦線を指揮したが、1918年に、離職した。それと同時に白爵に除される。この年、オーストリア・ハンガリー帝国は消滅した。戦後は、 インスブルックに陰性し、参謀総長時代の五感本の回顧録を書いて、裁判年に出版し、ドイツ南西部ビュルテンベルク州の保養地、バードメルゲントハイムで死去した。ありがとうございます。